日本で一番最初に登録された世界遺産はご存知でしょうか？日本で最初に登録された世界遺産は4つあります。今回は日本の世界遺産四天王の最後の一人、姫路城についてです。はあ、早くワクチンを打って旅行に行きたいわねー。大規模接種センターをもっとたくさん作ってほしいものだわ。丸川珠代大臣に陳情を出してこようかしら。霊夢、丸川大臣は男女共同参画とかオリパラの大臣で、その人に言ってもしょうがないんだぜ。ワクチンは河野太郎大臣の方だと思うんだぜ。あらら、そうだったわね。でも私思ったんだけど、日本の世界遺産の場所を大規模接種会場にするのはどうかしら。ワクチンの接種と、文化の啓蒙が同時に行えるわよ。突拍子もないアイデアなのだが、ズバリその世界遺産とはどこのことを言ってるんだぜ。ズバリ、姫路城よ。建物も庭の敷地も、日本の世界遺産の中だとトップクラスだもの。ここなら大規模接種も余裕でできそうよね。というわけで今回は、日本で一番最初に登録された、4つの世界遺産のうちの1つ、日本の世界遺産四天王の最後の一人、姫路城を紹介するわよ。だいぶ無理のあるこじつけからつながるけど、まずは、姫路城の概要から。所在地は、兵庫県姫路市。江戸時代初期に建てられた天守や櫓等の主要建築物が現存していて、1993年に、法隆寺地域の仏教建造物、屋久島、白神山地、とともに日本で初めて世界遺産に登録されたんだぜ。文化財保護法の指定としては、大小天守と渡り路等8棟が国宝に、櫓渡り路27棟、門15棟、塀32棟が重要文化財に、四角部を含む中堀の内側は姫路城跡として特別史跡に指定されてるんだぜ。世界遺産に登録されるためには、その国の文化財保護法で守られていることが前提になるわ。重要文化財の中でも世界的価値のある国宝と、史跡の中でも特に重要な位置づけとなる特別史跡と両方が入っているから、文化財保護法の格付けとしては最高レベルのものよね。ちなみに、姫路城の他にも、国宝に指定されている天守は、彦根城、松本城、犬山城、松江城の4基存在するわ。現存天守は12基存在するんだけど、古さ、美しさ、歴史的価値が特に優れているものは国宝になっているの。最近だと、島根の松江城が2015年に重要文化財から国宝に昇格されてるわ。松江城天守は、面積が現存天守中に、高さは3位を誇る堂々たる歴史的建造物だったんだけど、その古さがなかなか証明できてなかったの。でも最近になって天守の完成が慶長16年だと裏付けられる祈祷札が発見され、歴史的事実が証明される形で国宝に昇格したわ。これ以上話すと松江城の回になってしまうから省略するけど、とにかく、城の国宝化はハードルが高いのよ。話を元に戻すと、姫路城は、別名白鷺城とも言われてるんだぜ。白露城の他に白鷺城とも読まれることがあり、その由来は諸説あるんだぜ。カルト的な人気を誇るロマンシングサガニというゲームに白露城っていうのが出てくるんだけど、おそらく姫路城をオマージュしたと思われるわ。SF 作品の、日本をモチーフにした世界でも出てくるくらい、代表的なお城なのよね。幕末に新政府軍に包囲されたり、第二次世界大戦で焼夷弾が天守に直撃したりしているものの、築城されてから一度も大規模な戦火による被害がなかったことから、苦戦の城と呼ぶ媒体もあるんだぜ。太平洋戦争では姫路大空襲というものがあって市街地は焼け野原になったらしいの。でも、不思議なことに姫路城だけは無傷だったの。そしていつしか城の価値を認めた米軍が爆撃を開始したと、そんな見方が市民に広がったらしいわ。ところが、神戸新聞の記事によると、姫路大空襲に加わった B-29 の機長、アーサー・トームズさん、当時74歳が初めて姫路の地を訪れた時、
し戦災遺族会会長の黒田権大さんがなぜあの時、城を爆撃しなかったのかと聞いたのよ。黒田さんはこの時の空襲でご家族を失ったそうなんだぜ。翌朝、焼けた自宅の先に見えた城の姿を鮮明に覚えていたそうで、なんとも複雑な心境だったと思うんだぜ。そして、爆撃機の機長はこう答えたそうよ。私は城があることすら知らなかった。上官から城について何の指示もなかった。出撃の直前、攻撃目標マップを渡されたらしく、マップの赤線で囲んだ目標の北限の上空、つまり姫路城の位置する場所に差し掛かった時、レーダーが水面の存在を示したそうなんだ。そして、その水面とは、姫路城を取り囲む堀だったんだ。当時のレーダーは水面と陸地の区別しかできず、池か湖か、あるいは海かと判断し、焼夷弾を落とさなかったそうなんだぜ。城の周りにある堀って、外敵からの侵入を守るために水が張られているんだけど、結果的に、当時の空中爆撃からも守ってくれたのね。ちなみにその後、黒田さんは再び、本当に偶然だったのか、と、トーマスさんに電話で聞いたらしいんだ。その時、トーマスさんはこう答えたんだぜ。今、改めて考えると、司令部は城の存在を知っていたかもしれない。その上で、攻撃意図があったか、なかったか、本当のことは私にもわからない。なんだか切ない話ね。結局、アメリカ軍が、文化的価値のある城の爆撃に対して、どう思ってたのかはわからないわけね。ただ、私は、姫路城への爆撃がなかったのは偶然だと思うわ。だって、もし文化財を攻撃対象から外した一定石があるのなら、名古屋城をはじめとする旧国宝天守たちも空襲による焼失は免れたはずよ。最近火事があった首里城だって、太平洋戦争では空襲どころか、鉄の暴風と表現されるほど凄まじい艦砲射撃でほぼ全ての建物、城門が破壊されたんだから。当時の米軍は、歴史的価値と戦争は全く別物と考えていたはずよ。広島城、名古屋城、和歌山城、水戸城。現存していたらどれほど素晴らしい価値があっただろうと、考えると、切なくなるんだぜ。特に、何も知らないであろうアメリカの観光客が、日本の城郭を観光しているのを見ると。マリサ、日本国は生まれる前に戦争で負けたのよ。その結果が今なの。それも受け止めて、今、生き続けている文化財をどう守っていくかを考えていかないといけないわ。現存する姫路城は、戦争の功罪を教えてくれるかけがえのない存在であり、まさしく世界遺産の意義を象徴するものなのよね。さて、締めっぽい話はここまでにして、姫路城が作られた経緯を説明するんだぜ。そういえば姫路城って大きくて美しくて見た目のことしかほとんど知らないのよね。いつから存在するものなのかしら。それは江戸時代より前に遡るんだぜ。歴代城主を見てもらえるとわかるんだぜ。何よこれ、この城ゆかりの人として、秀吉と池田輝政が関連してることは知ってたけど、南北朝時代から存在してたのね。そうなんだぜ、元は南北朝の騒乱で足利尊氏に降した赤松則村が挙兵し、1346年、次男の赤松貞則が姫山というところに築城したことが発端なんだ。その後、赤松貞則が新しく庄山城を築城し、本拠地を移した。以後は赤松氏一門の小寺氏が城主を代々務めることになったんだ。時は移って室町時代、1441年火狐の乱で赤松氏に対して山名宗全が挙兵。赤松氏は断絶してその系列の小寺氏、つまり姫路城の城主も同時に討ち死にすることになるわ。そして、山梨が播磨国守護となり、山梨とその家臣に城主が移るんだぜ。でも、その後すぐ1458年長禄の変で赤松氏の維新が南朝から神南寺を取り戻した功績で赤松氏復興。1467年応仁の乱で赤松正則が山梨から播磨国を取り戻し、再び姫路城の城主となるんだ。山梨から、初代城主と同じ赤松氏に戻ったわけね。この時に本丸、鶴見丸、亀居丸が築かれたそうよ。奪い返しただけでなく、お城の機能としてもバージョンアップって感じかしら。
ただ、赤松氏は隣国の山梨に備えるため、新たに千代城に本拠地を移し、再び古文である小寺氏に城主を移すんだ。もう赤松氏は城主なのか城主じゃないのかはっきりさせなさいよ。拠点の城を移しまくって節操がないわね。霊夢、戦況によって本拠地が変わるのは仕方ないと思うんだぜ。この後、小寺氏も親子の間で城主が変わりながら、結局、小寺氏家臣の黒田さんとその親族が入れ替わりで城主になり、1555年から1561年の間に、姫山の地形を生かした中世城郭に拡張したと考えられてんだぜ。城主の黒田元隆は姫路に100軒長屋を建てて、貧しい者や下級武士、職人、行商人などを住まわせるなどして、配下に組み入れたり情報収集の場所としていたそうよ。数奇な運命の城も、これで安定するのかしら。いや、1567年永禄10年、黒田元隆の子、義隆が城代になったんだが、青山、時山の戦いで西播磨守護代の赤松正秀軍の約3000人に対して、黒田軍元隆義隆父子は約300人という劣勢で姫路城から出撃することになるんだ。ちなみに、黒田元隆の子義隆というのは、別名黒田官兵衛。大河ドラマの軍師官兵衛でも有名な人なんだぜ。赤松氏って、もともとはこの城の城主じゃないの、なんてドラマチックなの。赤松氏は、この時、赤松義助派と赤松正秀派で分かれていたんだ。詳細は話し続けるとキリがないから省略するけど、赤松正秀は、対立する赤松義弘に従った小寺氏の市場の一つで黒田元隆、義隆親子の守る姫路城の攻略を目指すんだぜ。結果、軍師官兵衛として有名な姫路城主黒田義隆側の勝利となるんだぜ。さすがは軍師官兵衛ね。マルヤニーズのトップアイドルが城主だなんて、この城もより一層輝くわね。この後、織田氏 VS 毛利氏の勢力争いがあり、最終的に織田氏が勝利、毛利氏の系列である小寺氏は没落。小寺氏の家臣である黒田氏も没落するのかしら？ところがどっこい、小寺氏の家臣でありつつも早くから秀吉に義見を通じていた黒田官兵衛は、そのまま秀吉に仕えることとなったんだ。1580年、官兵衛は秀吉に本拠地として姫路城に居城することを進言し、姫路城を献城。姫路城は秀吉が城主となるんだぜ。この処世術さすがは軍師よね。劣勢でも敵側ともうまくやっていたとまるで、所属政党を渡り歩いてきた小池百合子みたいね。霊夢、それは黒田氏のファン、百合子氏のファン、双方から怒られそうなんだぜ。そして秀吉は姫路城を、姫山を中心とした近世城郭へと大改修。当時流行しつつあった石垣で城郭を囲い、大光丸に天守を建築して姫路城に改名する。合わせて城の南部に大規模な城下町を形成させ、姫路を播磨国の中心地となるように整備したんだぜ。やっと、外見も名前も今の姫路城につながるものとなりそうね。この城下町の風景が少しでも残ってたらと思うと残念ね。今、姫路城に行くとほとんど現代的な街並みに、天守周辺だけが現存している感じだもの。世界遺産に登録を目指している彦根城の景観の方が、まだ風情があるわ。この後、秀吉は、主君の織田信長を死に追いやった明智光秀を討ち果たし、天下統一の拠点として大阪城へ移動。姫路城は木下家定に城代が移る。この後どうなるかは知ってるわ。1600年、池田輝政が関ヶ原の戦いの先行によって城主になるのよ。そして、池田さんは豊臣系大名の多い西日本を牽制するため、1601年から8年かけた大改修で、姫山周辺を包括する広大な城郭を築くのよね。そうなんだぜ。長くなりすぎたから江戸時代以降の話は省略するけど、1618年には西の丸が整備され、全容がほぼ完成したそうだぜ。そして明治となり、1869年の版籍交換後、姫路城は官有となるんだけど、維持費が莫大な上、老朽化が著しく保存修理も難しかったので、普及する前の除却されそうになったの。でも、明治天皇の巡幸の際に、名古屋鎮台司令長官、四条高歌の進言により、廃城は免れたそうよ。結局、
姫路城は民間に売却されることになり、競売が行われ、姫路米田町の神戸誠一郎が23円50銭で落札したんだ。だけど、落札したのにいつの間にか国有になってたので提訴したとか、買い受けた後に陸軍省に買い上げてもらったという新聞記事もあるそうよ。とにかく、いつの間にか国有化されてたみたいね。国有化の後は歩兵隊が置かれて兵舎が作られたり、いくつかのお屋敷が撤去されたり、備前丸が消失したりと、だんだん天守以外は原型から離れていく段階。まあ、現代でも天守やお堀が現存してるってだけでも奇跡なんだけどな。そんな姫路城の普及を憂いた陸軍省大支局長代理の中村重藤大佐が、名古屋城と姫路城を国内無比の名城となし、我が国王子の築城の模範としてこれを保存し、保存修理に要する費用は陸軍省において負担すべきと、進言するの。以後、1879年、1890年に工事が、1910年から1911年にかけても9万円の予算で明治の大修理が行われているわ。これだけの見事な城だから、市民軍隊問わず、存続させてほしいっていう声があったんだろうな。そして、昭和の太平洋戦争に入っても、陸軍の部隊が置かれていてかつ軍需産業の拠点でもありながら、奇跡的に消失を免れて現存しているんだ。姫路空襲で城内にも着弾したんだけど、元城跡にあった中学校校舎が消失しただけで、西の丸に着弾した2発は8発あるいはすぐに消火されたそうなんだぜ。あと、大天守にも焼夷弾が直撃したものの、最上階南側の薄い窓板を貫通して横滑りするように、最も衝撃が小さく、爆発しにくい角度で城内に入り込んだため、不発だったそうなんだぜ。戦時中、姫路城の白壁は目立つから黒く染めた網で、主要部分を覆い隠すことにしたそうよ。冒頭の爆撃機に乗っていたアメリカ人のパイロットの話では、レーダーに引っかからなかったって言ってたけど、黒く染めた網で主要部分を覆い隠した努力のおかげで、見つからなかったのかもしれないわね。そして平成になり、日本は1992年に、世界遺産条約締約を締結するんだ。姫路城はその年の10月1日に推薦され、1993年のコロンビアで開催された世界遺産委員会で、正式に登録されるんだぜ。法隆寺地域の仏教建造物も文化遺産として同時登録されるんだけど、これらの登録は世界遺産登録のあり方にとって一つのターニングポイントとなるわ。それは、登録に際してのオーセンティシティ申請性、真実性よ。というのも、それまでの世界遺産は、ヨーロッパに多く見られる概念を基準としていたので、日本の文化遺産で必ずと言っていいほど発生する、解体修理したものが評価されるのかという恐れがあったの。確かに一度解体して新しい材料で建て直すっていうのは、当時のままの真実を伝えているとは言えないっていう考え方もあるものな。解体修理が必須である木の文化が認められるかどうかは、今後のアジア圏における、世界遺産に登録される一つの指標ともなったんだぜ。結果、見事登録を果たし、以後の日本の木造建築として、世界遺産登録の先駆けとなっていくの。思えば、日本初の世界遺産として法隆寺、姫路城を推薦したのは、日本最高の木造世界遺産をアピールする狙いもあったでしょうね。ほぼ単体物件だし、見た目、歴史も型を並べるものがないレベルのものだし、審査する対象を絞り込むことで、解体修理して次の世代に繋いでいく精神性を、わかりやすくしたんじゃないかと思うの。もし最初の世界遺産登録が、古都京都の文化財だと、構成物件が17件だからな。最初の日本の木造建築物推薦物件が、古都京都の文化財だと、委員会の人も評価に苦労したと思うんだぜ。とはいえ、最初に登録された物件が強力すぎて、近年の推薦が難しくなっている事実もあるけどね。1992年、姫路城と同じタイミングで暫定リスト入りした彦根城は、以後20年の間、見た目、規模、歴史上の重要さで、姫路城との明確な差を提示できず、20年間候補のままとなっているわ。さて、毎回おなじみの、世界文化遺産登録基準1から6のうち、どれが採用されたのかしら。
1、4、に該当すると判断されたんだぜ。該当理由は次の通り。1、人類の創造的才能を表現する傑作。姫路城は木造建築の傑作であり、実用的機能と優れた美的外観とを兼ね備えている。4、人類の歴史上重要な時代を霊称する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例。日本の木造城郭建築の最高点を示しており、重要な特徴をすべて無傷で保存している。1と4、はまあ、当然よね。1の見た目基準としては、日本の城郭建築として最高峰のものだし、4の建築様式基準としても、まさしく木造城郭の技術と歴史を体現するものだわ。当初、封建制の象徴という側面も評価されていて、それによる基準3の適用が勧告されていたそうなんだけど、正式登録では採用されなかったそうなんだぜ。前述の世界遺産登録を目指している彦根城は、姫路城で採用されなかったこの封建制の象徴という点で、推薦できないか検討しているという新聞記事を見たわ。でも、逆に考えると、姫路城で封建制の象徴を証明できなかったのに、彦根城には封建制の象徴を表す何かがあるのかしら。彦根城は次の文化遺産として推薦されることを目指しているそうなので、これからもニュースに注目していきたいんだぜ。できれば、彦根城に関しては登録実現性を検討する動画を出してみたいわね。さて、姫路城について今回動画を出してみたんだけど、思った以上に長くなったわね。最初脚本作ってる時には、単体物件だから今回は十分切れそうねなんて思ってたけど、やはり中世から近世にかけての城主の移り変わりと、戦火を免れた理由について調べていくと、書きたいことがどんどん増えていったんだぜ。1993年に最初に登録された世界遺産は今回の姫路城で全て紹介し終わったことになるけど、第1回の放流時はできればリメイクしたいわね。最初の動画ってのもあるけど、今年出した動画に比べるとクオリティが違いすぎるわ。それではご視聴、ありがとうございました。